そうですね、このフィールドリングのベルトを取ったあたりから自分のなんか周りに、身の周りに起きることとかがすごい変化がありました。なんか、あ、チャンピオンなんだなってすごく感じてます。お仕事とかも、まあ、そうですし、あとはやっぱり試合とかでもだからベルトを一つ腰に巻いていくのといかないのではやっぱ試合の入り方も違うし、やっぱプライドが今まではマーベラスを背負ってって言ってたんですけど、マーベラスもこのフィードリップのベルトもウェーブのベルトを持っているからそれなりのプレッシャーが全然あるので、はい、楽しいですよ。本当にない、他の人にはないなんですかね。まあ下品下品に言ってますけど、実はなんか気が弱いからああやってなんか一生懸命意地張ってるような気ができたんですよね。自分で必死に下品さを出そうとしてるような気がして、あれって思って、意外と実は違うのかなとか、どっちなんだろうって、まだなんて、まあでもそうやって自分の言葉に踊らされてるんだったら、まあ、自分の思う通りですね。そういう純白なベルトは似合わない。人がベルトを選ぶんじゃなくて、ベルトが人を選ぶんで、ベルトが行きたいところに行って実際それはないと思います。中島選手とは初めてです。でもそうですね、何かしらダメージが普通の試合とは違っていっぱい残るだろうなっていう覚悟はあるんですけど、あっちがその気ならこっちもその気でいきますよ。歩いて帰れると思うなら、まあせいぜい中島有香を応援してやってください。まあ、最後に笑うのは自分です。